はい、皆様お疲れ様です、次のセッションは4ということでですね、ちょうどハーフタイムを超えたという状況になっております、皆様、セッション聞いてますでしょうか、楽しんで聞いてますでしょうか、ありがとうございます。ということでですね、次のセッションはですね、シーメンス株式会社デジタルインダストリーズクラウドアプリケーションソリューション部の秋葉さん、よろしくお願いいたします。タイトルはですね、データで散らかった製造業における最高の翻訳機ノートレットということでお話しいただきます。それではよろしくお願いします。お願いします。お集まりいただきありがとうございます。いただいた、紹介いただいた、題名で進めていきたいと思います。まずは自己紹介からさせてください。秋葉穂高と申します。クラウドアプリケーションソリューション部という横文字が並んでいる、部署なんですけれども、マインドスフェアという弊社のクラウドのオペレーティングシステム、クラウド IoT プラットフォームなんて言ったりもしますけれど、そちらの技術サポートをしているものになります。もともとは、PLC とかタッチパネル、あるいはスキャダーといったファクトリーオートメーション FA の部署にいたので、いわゆる下から上までできますよと、工場現場から IT までできますよということで言ってます。趣味は出てる通りラグビー、ランニング、洋菓子店巡りです。講演者の紹介のところでもかなりこう書いて、ある部分ではあるんですけれど、普通の人から見たらちょっと狂ってるかなと思われるぐらい甘いものが大好きで、朝がパフェ、昼がチョコ、夜がケーキとかでももう大歓迎というぐらい甘いものがめちゃめちゃ好きな人間です。特にこう例えばバレンタインの時期なんかでいうと1月下旬になると、ベルギーからそのタイミングしか来ないチョコ屋さんとか、クラスからそのタイミングだけ出す期間限定品とか、そういうのがあって好きなものを、食べ続けてるといつの間にか20万円がチョコに変わってるみたいなこともあったり、まあ、甘いもののために生きてると言っても過言ではないぐらいな、甘いもの好きになります。なのでその好きな甘いものをいかにこう持続的に食べられるかというところもちゃんとマネジメントしなきゃいけないなというところで、横に出てるラグビー、ランニングは燃やすために動いてるかなと、甘いものを食べるために動いてるかなというぐらいもあったりします。まあ、学生時代からラグビーやってたので今もたまに、社会人の試合に出たりとか、ランニングもちょうど来週ですね、富士山を走って登る大会というのがありまして、富士登山競争に出て、走った後何食べようかなっていうのを今考えてたりします。まあ、そんな感じで甘いものの話だけでも30分できてしまうぐらい好きなんですけれども、ユーザー会、ノードレットのユーザー会というところで今日は、まあ、ノードレット最高というところを、まあ、いろんな情報をもとに話していけたらなと思っています。そうですね、まあ、ノードレット最高というところだけ言い続けてもしょうがないと思うので、説得力のある話にしないとというところで結構大きな話から、進めていきたいと思います。出てる通り、改めて説明するまでもないかもしれないですけれど、たくさんのデータが集まってきますよというところは皆さん周知のところかと思います。お持ちのスマートフォンであったり、スマートウォッチであったり、あるいは車が、自動運転になっているところになってくる前であったとしても、どれぐらいの速さで走ってて、どれぐらいの燃料が、あるいは、そのエンジンの回転数みたいなところは情報として集まっているかと思いますし、スタジアムなんかでも例えば選手がどんだけ走ったかみたいなのは結構前から集められてますし、最近では例えば芝の長さも全部データ管理して、きれいに同じ高さにしましょうというところだったり、観客の歓声を音として集めて、この試合がどのタイミングで盛り上がったみたいなのを集めていたりします。その中でも、スマートファクトリー、スマートシティは結構、位が違うぐらい、データが集まっているのがお分かりいただけるかと思います。考えてみれば当たり前かもしれないですけれど、持ってるデータの量が全然違うというところですね。スマートフォンであれば加速度とか Wi-Fi 強度、明るさみたいなところで20個ぐらいセンサーがついてるよという話ではありますけれど、ひとたびじゃあ工場現場の中見に行って1個の機械を前にしたら、その中に入っているデータの数ってもうとんでもない気にならないぐらい多いんですね。加工機というところをこれで今してますけど、電流電圧から始まって、まあ、トルクとか回転数、圧力位置なんてのをやり始めたらおびただしい数になります。なので、まあ、なかなかそのどのデータを集めてくるとか量の問題で難しいと言われているところなんですけれども、今日はそのスマートファクトリー、工場、あるいは製造業というところに絞って、少し話をさせていただけたらと思っています。
まあ、少ない私の経験ではあるんですけれど、まだまだ工場現場を見て、あのドレッド使ってるねというところに、鉢合わせたことはないので、まあ、他の講演の方と比較してというところかもしれないですけど、こんな黒を使ってますとか、イコの喉に、見てこんな風にっていうよりかは、製造現場でも意外とノードレッドって使えるんですよというところであったりとか、ノードレッドを動かすその環境そのものとしてこんなもので楽してくださいよという、その皆様に導入をしやすくしていただけるような、そういう意味でのユーザーさんへの紹介というところを目指しています。今のスライドのようにいろんなデータ集まってきますよというのはいろんなところで言われているかと思います。じゃあ何のためにそんだけのデータ集めてるの？やっぱりいいことがあるからですよね。お金が儲かるから、それだけのことをやりたいとみんなが言ってるわけです。まあ、ここに出てるのは一つの例ですけれど、91% の製造業におけるトップマネジメントは工場をデジタル化していきますというところを掲げています。そのバックグラウンドとしては、現状、世界を見渡してデジタル化が進んでいる工場というのは 6% しかないそうです。それらの工場に対してデジタル化というものが進めば、普及すれば、効率が 98% も上がりますというところを言われています。なので、まあ、余白がたくさんあり、なおかつリターンが大きく見込めそうだから、これだけ多くのトップマネジメントがじゃあデジタル化やってみましょうと言ってるわけですね。とはいえ、まあ、皆様がどこまでそのデジタル化や製造業に詳しいかは人によるかもしれませんが、本当にそうかよという気持ちもあるかと思います。結構最近いろんな工場で、まあ、ロボットに変わって人が少なくなってきてるから自動化進めましたとか、まあ、ひとたび自動車工場を見てみれば1分に1台ものが車が出来上がっているように、日本人特有のお得意の、改善プロセス改善であったりとか、からくりを使ってかなりいいところまで効率上がってるんじゃないの、生産効率上がってるんじゃないのと思われるかもしれないです。すでに散々頑張ってる人たちに頑張れって言って、果たして 98% も上がるのかというところですよね。実はそのキーポイントは、デジタル化というのは自動化、機械化というところとは別物ですというところです。インダストリー 4.0 なんていう言葉も、出て久しいですけれど、実はあれの前に 3.0 でしっかり自動化されてるわけですよね。自動化の次に来るのがデジタル化 4.0 になります。具体的な例を少し出しています。簡単ですけれど、例えば、製品のものを作るといったときに、最初に設計から始まって、それをどうやって作るかの製造準備があって、じゃあ実際にこう作りましょうが決まったら改善してプログラム入れ込んでものを作るという大きな流れがあるかと思います。それらが全てデジタル上に表現されますよ、いわばパソコンの中に全て入ってますよというのがデジタル化を意味するところです。これらがぐるぐると回ることでデジタル化の大きな利点がありまして、例えば製品のデジタル化であれば CAD なんていうのは、まあ、馴染みの、深いものかと思います。パソコン上でものを作ってデザインしてみたいなところですよね。これらを作る人たちっていうのはかなり推定のもと動かれてます。この方向からこれぐらいの圧力がかかっても大丈夫にしておこう、ここの部分はこのぐらいの温度になりそうだから材質はこれがいいかな、そういった情報でものを作ってます。製造準備も似たような形ですよね。人がここを通るんであればロボットが動ける範囲はここだな、ベルトコンベアはこれぐらいの速さで回すわけだから1分間にこれぐらいのものが作れるだろうな、そのための材料はここに置いておこう、そんな形です。それだと実際の現場の、まあ、物を動かしてみるところを比べてみると、今現時点では、まあ、日本人特有のそのすり合わせというところで頑張ってるわけですよね。まあ、設計者はこんなことを言ってるけど、実際組み上げてみたら全然ここにセンサーなんてつくわけはないというところだったり、配線の面倒くささだったりとか、そういうところはかなりネックになっているけれども、日本の工場を見ると、その実際に動かしているところ、組み上げているところの工夫や生産性が高いのでどうにか回ってる、そこを組み上げて良くしていくことが日本人にとっての工場の生産性の上げるところというところで見てたりする人もいるので、それとは違うんですよと言いたいですね。現場の工場の生地が上がってくれば、設計している人はじゃあ本当にかかってる力の大きさはここからここまでの範囲なんだから安全率を何倍もつける必要はないよね、あるいはタットタイムでこのラインの部分だけかなり時間がかかってるというのであれば、その作る順番変えてあげて、うまくいく方向を見つからないかな、
必要な材料が足りてないんだったらここに持ってきてあげたらっていうのが、これらのサイクル、デジタル化によってぐるぐるとパソコンの中でバーチャル上でできてしまうので、ゲームのラインを止めることなくいろんなテストをして、できる限りのシミュレーションをして、最後にじゃあ現場に入れ込みましょう。それができるわけですね。全てが溜まっていれば、変化する前と後で比較してあげるビッグデータの解析によって、そのリザルト、インプットが、ね、アウトプットが出てきたりとか、溜まってきたデータをもとに機械学習のモデルを作ってあげるなんていうのもできるかと思います。こんな感じで、デジタル化っていうのは決して工場現場だけの話ではなくて、全てのものづくりの中のパーツが絡まってきますよというところが、まず一つ理解いただきたいところで、特に中国なんかは古い工場とか古い仕組みがないので、このままボンと入れ込んじゃって、日本人が物の最初から作るところまでのそのサイクル、製品のライフサイクル考えると 30% ぐらいの時間で全部作り上げてますよみたいなデータも出ていたりします。じゃあぜひ面白そうだからデジタルツイン、あるいはデジタル化進めていきましょうというところですけれど、とはいっても難しいのが日本の工場現場の現実です。例えば一つの、ラインの中の一部分切り取って出しているのがこのスライドです。まだボールかなんかが流れてて、ロボットで、ね、中身出てるのか組み付けてるのか、そんな、製造ラインの一部を見たときに、さまざまな機器、さまざまな製品がお互いのやることを実行しながら、周りにいる人たちと連携を取ってます。コミュニケーションを取ってます。 PLC と書かれている制御機器は、例えばロボットに今動いてくださいとか、製品を流すモーター、ニベルトコンベアを動かしてくださいって流してたり、問題ないから LED には緑のランプつけてくださいみたいな、制御をしています。ロボットはそれを受けて動いているというところですね。言葉で言うと、ああそういう感じだなと思うかもしれませんけれど、意外と深く見てみるとこれって複雑なことをしていて、つまり PLC からするとロボットが今動こうとして何か邪魔して動けないんだけどって言ってる時に、今 LED 光らせるのに頑張ってるからちょっと待ってってはいかないわけですよね。何を優先するか、どれぐらいのスピードで話さなきゃいけないかっていうところによって、かなり細々分かれた通信方式をしています。つまり PLC からロボットの1番の人を X 軸の何番に、 Y 軸のここの位置に行ってやってると、それだけで情報がたくさん載せなきゃいけなくなっちゃうので、シンプルに1番の動きしてください、2番の動きしてください、そんな感じで通信しています。 LED に対しては逆に電気だけ流してあげて、じゃあついていいですよ、消えてください、そんな話をしてるわけですよね。そんな機器同士によって、適したあるいは実際に使われている言語が異なるものたちが工場の中にはありふれています。非常停止や安全扉なんていうのは、開けたらすぐに全体が止まってくれないといけないわけですよね。それ以外にも操作パネルで人が動かしたりするときには、いろんな制約条件があって物を動かします。電源供給であれば切れたときにどうするの、そんなところにフォーカスが当たるかと思います。少し上の層まで見てみれば、テーブルやデータベースと呼ばれるものと連携しながら、いつまでに何を何個作んなきゃいけないの、そのための材料はどうなの、そういうところとも連携しながらものを作っているはずです。しかもさらに厄介なのが、機械にとって最優先の事項はものを作ることです。別にクラウドであったりとか生産システムに対して、データが今何個作ってますみたいなのが送れなかったとしても、あまり怒られることはないですよね。でもこの生産1分でも止まっちゃえば、損失が莫大な金額になってかかってくるわけです。なので、これを使ってる人も作る人も全てはちゃんと物を作れること、そこを重点的に動いてますので、ここの中からデータを取ってこようなんていうのは二の次なわけですよね。さながらいろんな言語を喋ってる人がそれぞれ好きなように好きな言語で喋っていて、全部を取りまとめる人がいないというんですかね、難しい状態です。もっと言えば、左下にいるワンちゃんのように、どうしたらその言語を他のに切り替えられるだろうというような、もう犬同士での会話に特化しちゃってどうしようみたいなのもあるわけです。なのでこれらを取りまとめないと、デジタル化も何もないでしょうと。現場のデータ上がってこないんだから、それを生かすも何も元々がないでしょうというところが現状だったりします。ようやく出てきましたね、ノードレッド君の登場です。なんでこんにゃくなのかを
く人はおそらくこの中にはいないだろうなと思って出してますけれど、まあ、各ある秘密道具のようにいろんな言語を取りまとめて、まあ、訳してくれるような役割をこのノートレット君はできるというところです。実際例をバーバーバーと挙げてみましたけど、左上にあるような PLC との通信のノートであったりとか、まあ、最近でいうとちょっと英語に当たるようないろんな人が喋れるよねっていう形で出てきているような OPCUA、 それの古いバージョンのモードバスであったり、逆に分野に特化して空調制御用によく使われているバックネットっていうものであったり、社会機で使われているキャンバスというもの、あとやクラウド側を見れば、馴染みのあるであろう AWS、Azure、 それから、Salesforce からなんかもデータを取ってくるノードが用意されています。ファイル形式も様々ですよね。CSV、JSON、いろんなものが取り込めます。これほどまでにいろんなプロトコルを扱えるソフト、かつ、まあ、誰でもフリーで使えますというのは私は見たことはありません。いろんな企業さんが、じゃあいろんなメーカーさんから通信できるように開発しました、何十万で売りますみたいなのもちろんやられているので、そういうのを使って実際の、まあ、上へのデータの送信というのをやられたりしますけれど、それがこんな風に誰でもいつでも使えますよという状態で用意されているのであれば、使わない手はないでしょうというところが今日のメイントピックですね。まあ、もうちょっと具体的な話をっていうのであればこっちです。これよりも私は1個前の方のスライドの方がインパクトがあっていいかなとは思うんですけれど、まあ、やってることはこんな感じですよね。ものを作るときにどんな条件で作ってますかみたいなのを、機器から集めてきて、それを若干取りまとめているソフトから、今何個正常に作れてますか、どれぐらいの時間で作ってますかみたいなのを集められる。かつクラウドとの連携ノードもありますので、在庫情報だったり機関システム、それぞれの会社さんで持たれている、まあ、上位側のソフトとの連携もこれ一つでできますよというところです。じゃあ集めたらどうするの、それが次の興味かと思います。いろんなものと通信できるのが分かった、集めてきました、データベースがあるだけでしょ、その先は何でしょう、他の秘密道具が必要になってきますよね。例えば集まってきたデータを、まあ、分かりやすい形で見せる、見える化をする、必要なデータだけを取り出してあげて次に生かしてあげる、もしくは一度集まってきた計算データの中から計算して、有効になるものとですかね、保管に使い勝手のいいものに変えてあげるという別の秘密道具をノードレットは提供してくれることができます。一つ前の講演で皆さんノードレット使ったことあるという方が多かったので、まあ、いろんなノードありますよというのは改めて言う必要もないと思うんですけれど、あのソフトの中でダッシュボードのノードで見せるとか計算系のっていうのはもちろんご理解の通りです。じゃあ良さそうだねと、いろんなデータから集めて、ちょっとした計算やってみましょうかというところで、ノードレットはお持ちのパソコンの中ですぐ動きますのでやってみましょうと、あるいはやったことありますという方も多いかと思います。次のステップ、一番気になるのは、じゃあそれで実際の工場現場にこれ使おうと社内でどうするか、実際の、まあ、世界中の日本中の工場からそれが実用環境に移せるかというと、もう一個ネックが出てきますよね。じゃああなたのパソコン工場の中にずっと置いといて世界中からつながるの、そういうわけではないので、スケーリングをさせたり、いろんなところからアクセスさせたり、あるいはそれを維持メンテナンスするんであればクラウドの環境に置いておくのがいいんじゃないかなというのは最近の流行り、あるいはその便利さで、説明不要かなと思います。クラウド上に何か、みんながアクセスできるようなところを作って、あるいはそういうサービスを利用してノードレットを動かしておくなんていうのは、皆さんの中でもちょっと試してみたりとか、実際に動かしてみたりというところもあるのかもしれません。サービスとして、料金をつけて出しているところもあるかもしれないです。特に 2,3 年前ぐらいから、いわゆるその AWS とか Azure とかでフリーの1年間プラン使っていろいろやってみましょうとか、やってみましたみたいなところがユーザー界でも出てき始めて、それが段落したかなというのが個人的な感覚です。大変だったでしょというのが、一つの、提案になるかなと思います。もちろんその一個の SaaS みたいな形で AI を動かしてみるとか、そういうレベルであればインプットを入れ込んで選択してというところなんですけれど、じゃあひとたびインフラストラクチャー IaaS というところの上にものを作り上げてみんなで使おうというところを組み上げると、
いわゆるその KC2 立ち上げてネットワークのバランスどうして、メモリーの冗長化どうしてみたいなのを自分でやらなきゃいけないのは結構大変ですという声はたくさんいただきます。人間楽を知ってしまうとなかなか戻りませんから、もっと楽をしてくださいというのがここに出ているマイルスや我々の提案です。全部がもう用意されてますよという良い、言い方になります。マインドスやアプリケーションという形でスマートフォンのアプリストアのような形でいろんなアプリの中から好きなものを使ってください、これ欲しいですとダウンロードしてもらえればすぐお持ちのマインドスやという、環境の中でプラットフォームの中で使えます。プラットフォームは実はその下では AWS、Azure、アリババで動いてますので、インフラの上で我々のマインドスやというものが動いて、いわゆるファースやサースとしてお使いいただけますよというものです。世界での1、2を取ってきているので、インフラの部分は、心配しなされなくても大丈夫ですよ、自分で作るなんて思ってのほかすぐに使える状態になってますよというところですし、中国から出てあげましょうとなるとやはり引っかかってくるものがありますので、その場合はアリババをお使いくださいということで用意しています。クラウドにデータあげるところも様々用意しています。もともと弊社がいろんなものづくりをしている会社ですというところもあって、その自分たちの工場からどんな風にあげるかというのは整備進めています。 OPCUA、Modbus、そういった汎用のものでもできますし、 API 公開しているので、その API をコールする仕組みさえやってもらえればデータはマインドスフェアに上がります。サードパーティー製でマインドスフェア対応ですよという形で販売されているものもありますので、それを使ってもらえればすぐに出てきます。ノードレットもその一つですね。まず下のところで、紹介しますと、マインドコネクトノードというノードがリリースされていまして、それを使ってもらえれば、ノードレット上のデータがすでにマインドスフェアにつなぐことができるようになります。あとで簡単なステップはお見せしますけれど、それこそ認証情報を貼り付けて OK、あとは、動かしたいタイミングは自分でやってください。何のデータを送りたいか入れ込んでもらえればすぐつながりますというのは、完備されています。それができるということは、ほぼほぼイコールで、ラズパイからもすぐデータ上がりますよというところですよね。ラズパイにつながるセンサーを、いろいろ見積もってもらって、そこから温度データ上げる、環境情報を上げるなんていうのもすぐできるようになっています。上側、マインドスフェアアプリケーションストアの中に、ビジュアルフロークリエイターってちょっと名前が違うものがついているんですけれど、ノードレットをベースにしているアプリが用意されています。マインドスフェアというクラウド上に溜まったデータはすぐにノードレットベースのアプリで使いいただける環境が整ってますよというところですね。自分たちでその環境を作って、最終的にようやくじゃあノードレットを動かせましたら使いましょうではなくて、もうボタン1個で使うところは省いてくださいというところになります。今のを、いくつかいろいろ見てみるとデータでも上がってますよね。一番最終的にやりたいのは、溜まったデータをもとにダッシュボードに見える化してみんながすぐに分かるようにしたいとか、次の分析に活かしたいというところのはずなのに、それを組み上げるのに時間がかかって、あるいは、お金はかからないにしても人の工数として、人件費がかかっているというところを見ると、ありものを使ってもらった方がいいですよと、もし自社でプラットフォームを立てるんであれば、果たして AWS より強いものが作れるかというとなかなか難しいかなと思います。マインドスフェアであればそれの上に立ってますので、世界中の100カ所からデータあげますと言われても、どうぞと言える環境は整っているというところです。例えば、現場からマインドコネクトノード、ノードレットを使ってあげるといったときに、簡単ですよという話なので、そこまで深くやらないですけれど、マインドスフェア上のアプリからコンフィグに必要な、名前つけてあげて、どこから上がってきますかみたいなメタ情報もつけてあげて、認証キー出してあげると、マインドコネクトノードの中にそのキーを貼り付ける場所がありますので、貼って実行というところだけで、もちろん上げたいデータは上がりますし、ちゃんと上がっているかどうかの履歴、上がらなかった時のエラー情報の管理、そんなものも全部この中に入っています。アプリ側もそうですね。どなたでもこのテナントをご購入されてアプリを買われた方であれば、ID とパスワードを使ってログインして、ホーム画面見ると、もうすでにアプリが用意されています。そのアプリ開いてもらえれば、もうノードレットとして使う環境は整っています。クラウド上にノードレットのアプリがあるというイメージですね。基本的には、もう普通のノードレットのアプリと同じなんですけれど、マインドスフェア上にあるということで、マインドスフェアのデータベースにもすぐアクセスできるようになっています。現場から上がってきたデータを読む、書く、
ファイルを上げる、それを読んでくる、そういったところもすぐにできるような、専用のノードが用意されています。IT のプラットフォームというところもあって頻繁に更新されてきますので、もう近々データレイクとして、イルスケのプラットフォームが使えますみたいな機能も出てきたりしますね。実際のアプリこんな感じですというのをお見せしたいと思います。見たままだと思うので、ノードレッドねというところなんですけれど、左側にノードがあって組み合わせて使ってください。ダッシュボードを使えば、どこからでもアクセスできるようなノードレッドのダッシュボードができますというところです。とはいっても、じゃあ製造現場でどんなふうに使ってたりするのというところも少し紹介したいと思うんですけれど、一つあったのは欠損値の保管ですね。最初に少し話した通り、現場側からしたらデータがクラウドに上がってるかどうかなんて二の次なので、たまにそのネットワークが切れちゃったりとか、他の方で帯域を消費して、少し遅れたいということがあったりします。そういった時にノードレッドで動かし続けながら、足りなかったデータは前と後ろ使って平均出してあげて、同じタイムスタンプをもう2つのデータセットですみたいなところで常に持ち続けてあげて、じゃあ次の機械学習に生かすのか、何に生かすのか、いわゆる前処理みたいなところをさせてあげるというところであったり、異常検知用のノードというのもあります。クラスターを作って、それからの距離を見ながら外れているのか、あるいはいつも通りの値なのか、そんなのを判断して結果を知らせてくれるものもありますので、ペアリングの温度とか振動を見ながら、ちょっとなんか傷ついてんじゃないの、あるいは動いてる環境おかしいんじゃないの、そういったところを知らせてくれるような使い方をノードレッドでされている方もいらっしゃいました。ご理解の通り、他にもというところで別クラウドからデータ取ってきたりとか、いろんな条件設定を決めて、この時に誰々にアラートのメッセージを投げてください、メールを送ってください、そんなところもいろいろできるかと思います。紹介したようにマインドスフェアというのはいろんなアプリが使える環境ですので、ストアにはこんなアプリもありますよというのは少しだけですけど紹介させていただきます。タブローという BI ツールそのまま使えます。ノードレッドでもダッシュボード作れるんですけれど、ちょっと BI チックなことをしているという場合は、こういうタブローをそのまま使うような環境がマインドスフェアになります。シンプルにというんですかね、現場にものが必要としないので、中小企業さんでも簡単にデータ上げて、とりあえず見える化のダッシュボード作りましょうかみたいなので取り組まれて、実際の画面が左側に出ているのがそんなやつですね。もうちょっとヘビーなことをしたいという場合は、機械学習用の環境も整ってます。マインドスフェアにデータ溜まったデータをもとに、じゃあ次はそれを機械学習のアルゴリズム作ってもらって、ぐるぐる回してモデルを作りますという、その環境もありますし、実はマインドスフェアのアプリというのはどなたでも作りいただける環境になってます。アプリを作って売るというビジネスをされている方がいらっしゃいます。もしくは、ここにいらっしゃる皆さんもそれができるというところですね。左にあるような機械学習の環境を使って、金型から集まったデータをもとに、その射出成形時のパラメータを AI モデルで推定してくれるようなアプリを、ライツさんというところが XBrain という名前で出されています。結構その金型のパラメータセットを決めるのは、熟練者の知見が必要だったりするんですけれど、それを AI ベースで、このパターンはまずいから温度ちょっと上げた方がいいですよとか、射出速度下げましょうかみたいなレコメンドを出してくれるようなアプリを作られて、もう実際に販売されているので、Google でマインドスフェアアプリとかマインドスフェアアプリストアとか見てもらうと、このライズさんのアプリがもうどなたでも買いに購入いただけるような形になっています。そんな話を1個のスライドにパッとまとめたものがこんな感じですね。シーメンスの製品というとかなりお高いんでしょうという方が多くいらっしゃいます。ものによっては結構おおという値段をつけているものもあるんですけれど、マインドスフェアに関してはばらまき用というか、こんなに安くていいのとこっちが思うぐらい安いです。正直1回の出張でどこかお客さんとかに説明に行ったら、もうそれでトントンじゃないかと思っちゃうぐらい安いんですけれど、そのプラットフォームとして使ってもらいたいという意図があるからこそのこの値段なんですね。50人パスワード持ってユーザーアクセスしてもらって、データベースが何ギガ、これは数十円増やせるんで関係ないですけれど、10箇所からデータを上げられます。そういった制限項目はもちろん4万円のところについてますけれど、単純に見える化をするというところで、普通のポップを進められるのであれば、この4万円でできてしまいます。ノードレッドのアプリ使いたいというのであれば、プラス月 2.5 万、タブローであれば月3万という形で、いわゆるアプリを買っているようなイメージで、マインドスフェア上のデータをいろいろ加工していただけます。
お使いのいろんなクラウドの環境でコックしてみた、ご自身のパソコンでやってみたというところは一つですけれど、じゃあそれをその先のところに展開スケールするためのコックになってますかというと、やっぱりそれが見据えた環境でテストしてって方がいろいろ楽だよね。そのまま、まあ、データベース増やしたいんだったらボタン1個ですし、アカウント増やしたいんだったらボタン1個ですしという環境の方が楽かなというところがこれのセットになります。なのでぜひその50人のユーザーで割れば800円持ち寄ればすぐ始められるでしょうというところで、欲しいですという声をお待ちしているというところです。とは言っても、まあやりたいことができるかどうかわからないんだけど、 AI のアルゴリズム自分で作れないし、アプリケーションを作りたいのはあるけれど、どうしようかっていった時に、まあ、秘密道具をあげるだけではなくて、使い方もサポートしてくれるような猫型ロボットではないですけれど、パートナー様がたくさんいらっしゃいますよという紹介ですね。 AI のアルゴリズムに強みを持ったパートナーさん、アプリを開発するのが得意なパートナー、それからどんなデータをあげればどういう効率結果出ますかっていうところのコンサルをしてくれるようなパートナーおりますので、そういったところを頼ってもらったり、我々からワークショップとかハンズオンで一緒にやったりとかいうところで、もちろんご自身でもやれる環境はあります。ただ使ってもらえますよ、いろんなところでサポートができますよという形になります。まとめです。まあ、何でもかんでも楽にすぐできますよというところが一言で伝えるとこれになるんですけれど、ぜひともノードレッドを使う環境に悩みであれば、あるいはコックを始められるのに本当にこれでいいのかというところであれば、ぜひマインドスフェアを使ってみてください。メールアドレス出してますので1個くださいというところもすぐご連絡いただけるかと思いますけれど、以上が私からの発表になります。ご清聴ありがとうございました。皆さんありがとうございました。新エスさんのいろんな取り組みおよび手厚いサポートというのがすごく分かりました。ありがとうございます。こちらの連絡先もし気になる方よろしくお願いいたします。はい、今回のセッションはですね、ちょうど時間ぴったりとなりましたので、ちょっと質問は、せずにですね、このままセッション終わりにしたいと思います。それでは改めてありがとうございました。今回のセッションは以上になりまして、次のセッションは15分休憩した後に、次のセッション始まりますので、よろしくお願いいたします。ご休憩ください。ありがとうございます。